はい、せーの、FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。また利用が邪魔した。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いているメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきで、いつもよりよくいろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103@gmail.com、 ローマ字でメンヘラ数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、では本日、はい、メンヘラジオ第16回の収録となっております。はい、はい、放送日が1月の16日、うん、うん、でまだね、収録時点では、2022年に私たちおるんですけれども、おるおる、そうそう、はい、今日はね、まあ放送日が1月もうね16日っていうこともあって、確かね、前回前々回というか、14回放送が1月年明け一発目の放送になるんですけれども、うん、まあ2本撮りしましてね、うん、FM ギノワンさんの営業日の都合もありまして、うん、はい、ただその時ね、このウサギの耳、うん、今ね僕らなんかヘアバンドみたいなのしてるんですけど、うん、させられてるんですけども、僕は嫌々、うん、ながら嫌、はい、じゃないでしょ。嫌だよ、そんなに嫌じゃないでしょ。恥ずかしいよ。で38歳に、まあ1月16日俺も38になってるね。なっとる。はい、38になってもうウサギの耳つけて、夏は38になってウサギの耳、まあいいですけれども、いいですね。はい、で今日はね、ここに来る前にお昼ご飯で、うん、僕らのお家のすぐ近くにある、うん、プロスパーさんっていう喫茶店、うん、喫茶店、うん、でお昼いただいたんですけれども、行ってきた。カレーがね、うん、なんとケーキ付きで、うん、500円ワンコインで食べれるんですよ。そう、美味しかったよ。しかも2人で1000円、うんうん、チキンカレーがね、美味しかったね。ね、うん、じゃがいももホロホロしてて、はい、チキンもホロホロしてて、うん、私はホロホロしてた。ちょっと最後よくわからないですけれども、はい、まあ、また行けたらいいなというところで、うん、そうだね、はい、また行こう。はい、では本日も短いお時間ですが、最後まで、お付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。メンヘラトーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人が時にはテーマから脱線しつつ、テーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、この番組の感想とかメッセージもどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、では早速本日のテーマ参ります。はい、はい、本日のトークテーマが、あなたにとってのヒーロー、ヒロインは？はい、ということで、まあ、なぜこのテーマにしたかというと、放送日、今日って言ったらいいのかな、うん、まあ、皆さん聞いてる人は1月の16日にこのラジオを聞いてるかと思うんですけれども、うん、この1月の16日が、うん、ヒーローの日。そうそうそう。はい。だそうで。どこだったっけ？電通だった？電装だった？電通さんかな、が定めた日らしい。そう、定めた日として、
ヒーローの日、なんていうのかな、語呂合わせてね、116ヒーローっていう形でヒーローの日と制定されてるということで、はい、なのでそれにちなんでというか、はい、はい、これまでね、あなたというか自身がね、うん、例えば特撮だったりさ、うん、まあアニメでも漫画でもいいし、うん、まあ、もちろん、ね、そうそう、もちろん実在する人物でもいいし、うん、自分にとっての英雄的存在、ヒーロー的存在、うん、この人かなっていうのがあったりしたらね、うん、まあ、ヒロインでももちろんいいですし、うん、ちょっと聞きたいなと、はい、うん、いうことで、はい、お伺いしたところ、うん、今日はね、数は少ないですけれども、今日も、お便りいただきましたので、はい、紹介の方させていただきたいと思います。はい、はい、ラジオネーム夢をつかぽんさんから。お、夢をつかぽんさん、ありがとうございます。はい、いつもありがとうございます。自分にとってのヒーローは、うん、松下幸之助さんです。お、入院時に出会った、うん、松下先生の本、うん、道を開く、モチベーションが下がった時、悩んだ時にこの本を開きます。お、日本語ってこんなに美しかったのか、素直な心ってこんなにも人を聡明に、そして強くさせるのか、うん、自分の経営哲学と人生の根幹に育てていきたい素直な心とのことです。うん、はい、松下幸之助さんご存知ですか、夏美さん。うん、知ってると言えば嘘になる。知らないってことやし、じゃ知らないでいいよ。松下幸之助さんはね、教えて、パナソニック、うんうん、元はね、松下電機っていうところなんだけど、パナソニック、そうそうそう、 CM でね、電池とかね、うん、家電製品だったりあるけれども、うん、そこの、創業者って言っていいのかな、あ、一代で立て役者、まあ、創業者ですね。はい、この道を開くという本、はい、塚本さんが読んだっていう本は、うん、松下幸之助さん、このね、身も松下幸之助さんの身も心も豊かな繁栄の社会を実践したいという願いがこの本には記されていて、うん、で経営の神様って呼ばれる人なんだけどね。ああ、そうなんだ。うん、ただこの本に関しては経営のバイブルでは決してなく、うん、どちらかというと人の迷いを救ってくれるような、そんな一冊になってる。あ、人間の心、人間のそこに、うん、心に響かせる本だ。じゃあ、そうそうそう、だから塚本さんもね、なんかモチベーションが下がった時、うん、悩んだ時にこの本を開きますっていうことなんだけれども、うんうんうん、なんかすごい、なんていうのかな、心に響くようないい言葉が、いっぱい記されてるんだろうなって、うんうんうん、思いました。そうなんだ。うん、読んだことないんだけどね、僕はね。持ってるよ。あ、このお道を開く、あつこぽんさんから一冊もらったよ。あ、ほんと、うん、あ、じゃあお家でちょっと見てみようかな。そうね、う、うん、たまに中は覚えてないんだけど、その開いた時の中は、うん、たまになんか今日のやつっつってパッて開いて、はい、見て、うんって言って、また本棚戻して、うん、でまた何かあった時にパッて開いて、はい、うん、よしって言って本棚戻して、ああ、全部やってるよ。全部読んでいい。全部読んでない。最初から読むの苦手だわけ、本当。そうね、なっちゃんは文字の羅列というか、細かい長い文章みたいなのちょっと苦手だからね。うん、それになんかさ、文章とかさ、なんか文字がさ、うん、ビルを上から見た感じのさ、なんか厚みがさあってさ、なんかさ、うんうん、ビル街を上から見てるみたいな感じで酔う。あ、そうなんだ。文字酔いみたいなこと。ん？文字酔い？文字酔いっていうの、うん、わかんないけど。へえ。なんか酔う。活字酔いっていうのかな。そう、ずっと、うんうん、それ読んでてなんか気持ち悪い文章とかあるさ。気持ち悪い文章。なんかお腹痛くなってくるみたいな。いや、わからんわからん。うって。あるんだ。あるあるある。まあ俺はね、運転中、なんか走行中のね、例えば、うん、バスとかタクシーとかで、うん、なんか。酔うよ、それこそ活字とかで。活字ね。そうそうそう、活字でちょっとやっぱ三半規管がね、そんなに強くない方だから。あ、そうかもね。そうだね、うん、そうだね。バス乗っててからさ、通学の時バス使ってたんだけど、高校の時ね、うん、バスに乗ってて、うん、まあ通勤通学ね、時間帯大体一緒だから、うん、隣に俺が立って乗ってて、椅子に座って、座席に座ってね、うん、乗ってる
おじさんとかが新聞開いたりしてんのよ、うん、朝朝刊ね、うんうんうん、朝刊読みながら通勤してるっていう、うん、そのなんていうのかな、目線はそっちに絶対行かせないんだけど、うん、ここでなんか活字が開かれてるすぐ視界の端で、うんうん、っていう状況でもうなんか酔ってくるの。そうなんだ、うん、ほんと相当弱いじゃん。そうそう弱い弱い。家族の中ではまあでも意識するほど見れないみたいな、まだあのマシな方なんだけど、親父とかね、うん、弟はね、うん、次男はあれだよ、海にね、うん、浮いているさ、うん、船がさちょっと波で揺れてるのを見るだけで酔ったりするからね。へえ。そうそう相当弱かったよ。そうなんだ、うん、船ね。はい、ではちょっと話ずれましたけれども、あなたにとってのヒーローヒロインはということで、夏美さん、うん、はい、あ、夏美のヒーローヒロインは、はい、お母さん、あ、母親、美智子、美智子さん、美智子、うんうん、あの夏美の美智子は本当にいいやつで、はい、いいやつって言い方、そうそういいやつで、うん、とってもなんか小さい時から魔法使いでもあるんだけど、ほう、あの小さい時から美智子1メートルの物差し持ってるって聞いたら、うんうん、あるよって言って棚の奥とかからなかなかないよね、お家に1メートルの物差し、こんな1メートルの物差しとかさ教室にあるよね、30センチとかの持ってるし、うん、とにかくこんなのとかこんなのとか言ったら出してくれるわけ、うん、だからとっても役に立つやつだよ。役に立つって言い方ヒーローは役に立つってわけじゃないんだからお前ウルトラマンとか役に立つって言い方しないだろう。とってもありがたい、うん、ああまあね、そうそうそう、何か困った時にすごく助けてくれる存在って言ったらいいのかな、うん、そうだよそうだよ、だから夏美はねいつもね、これだから美智子の娘はやめらんねえぜって言うわけ。あ、そうなの。そうそうそう、うん、したら美智子はね、キャーなっちゃん嬉しいって、これだからあなっちゃんのお母さんやめられないっていう美智子さんいいそうだな、うん、合言葉そんな嬉しいこと言ってくれるのっていうのよ変な親子、しめ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 言うて戻る、それともう一人、はい、夏の頭の中の人格の一人のサイリ、サイリ、うん、サイリはなんか話に聞くとかっこいい感じもの話も聞くし、そう、ね、うん、ちょっと行動がどんななの行動をするのかとかちょっと、うんうん、問題ありげだった感じだったけど、うん、なんかそれもだんだんなんだろう、なんて話聞くたんびに、うん、印象が良くなってきてる、うん、ああ。うん、そうね、サイリはどちらかというとやっぱり、まあ、サイリも含めてさ他の子たちもそうなんだけど、うん、なっちゃんがね、例えばすごく心が参ってる時とかに、うん、助けとして出てくるっていう側面もあるからさ、うんうん、そういう意味では救いのヒーローと言えるのかもしれないね。そうそうそう、なんか、うん、それに夏も、うん、頼りすぎないようにっていうか、うん、自分で解決できることは自分でしたいと思うんだけど、うんうん、どうしても解決できないこととか、うん、なんかどうしてもこれ無理だわみたいなのとかは、はいはい、多分サイリが出てきてくれてるんだと思うわけ。あ、それは記憶がなくなる時が多いから、うん、あると思うよ、うん、だから、うん、サイリは夏美のヒーローです。ヒロインではないんだな。あ、でもまあそうかな、サイリはヒーローイン、まあどっちの素養もある感じするけどね。じゃあヒーローインにしようなんかルートイン沖縄みたいな、なんかなんていうのかな、ヒーローインウィズ夏美ちょっとビジネスホテル感出てくるけど、はい、ちなみに僕のにとってのヒーローはね、やっぱり、うん、男の子だからね、うん、ちっちゃい頃から仮面ライダーだったりウルトラマンだったり見てきて、うん、その都度ねやっぱりヒーローって存在みたいなのが変わってくるんだけど、うん、まあ、ちっちゃい頃で言うと、戦隊もののマスクマンっていうのがあったんだけど、5人ね、うん、よくあるやつ、ゴレンジャーシリーズの、うんうん、特撮戦隊シリーズって言って、うん、戦うやつやろ、そうそうそう、あの生の人間が、生の人間って言い方まあごめんごめん、そうそうそう、スーツを着てね、うんうんうん、戦うんだけど、まあマスクマンはヒーローだったし、うん、あと仮面ライダーで言ったら仮面ライダーブラックの世代だから、うん、ブラック RX はヒーローだったね俺にとって。うん、そうなんだ。で野球をするようになってからは、うん、イチロー選手。あ、イチローね。イチロー選手は未だにヒーロー
とも言える存在かな、うん、僕にとっては、うんうん、いいね、日露さんは。じゃ、日露は偽物やんけ。偽物じゃない。あ、まあ、日露の本物って言ってなんかややこしいな。日露はいいよ。日露はいいんだ、うん、でも一郎選手がいなかったの俺ね、もともと右利きなんだけど、投げるのも打つのも、うんうん、一郎選手がね、右利き左打ちなのよ、右投げ左打ち、うん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 、それ見て俺も左で打つのを真似るようになってから、左で打てるようになったんだよね、うん、へー、すごいすごい、うん、だからそういう多分右投げ左打ちをの人を増やした選手とも言えるかもしれない。あ、みんな一郎に憧れ、一郎のようになりたいと思い、うん、右で投げては左で打って、そう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 、三塁に走る。いや、三塁はもうルールも間違えとるから、一塁に走る、そう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 、二塁を盗塁、二塁にな、二塁に盗塁、二塁盗んでるだけやしセカンドベースだからお昼今日カレーにしたんだね。一郎は朝、毎朝カレーだからな、うん、いや今はもう現役退いてからどうなってるか分からないけど、これ邪魔だな。でもプロスパーのさ、うん、美味しかったね、ケーキ。あ、美味しかった美味しかった、カレーもね、また行こうね、また行けたらいいね、うんうん、すぐご近所だからね、また、お家に何かがあったら食べに行きましょう、うん、はい、皆さんもぜひプロスパー、おすすめ、はい、おすすめです。ヒーローからプロスパーの話になったけど、夏目そういうとこある。まあまあ全然いいですよ。はい、はい、では、ここからは楽曲紹介のコーナーへ入っていきたいと思います。イエス、はい、今日ご紹介するのは、うん、ドアで英雄、ドアで英雄、はい、ヒーロー、ヒロインは、うん、っていう質問にしたところでね、うん、やっぱり一番最初に僕が思い浮かんだ、好きな曲なので、うん、ぜひ皆さんに聞いてみてください。はい、はい、ドアで英雄。はい、はい、英雄が流れております。お、流れてるね、うん、ヒロインはいないの？なんかさ、俺みたいにさ、うん、ちっちゃい頃見てたさ、うん、まあ俺たち世代だとセーラームーンとかさ、うんうん、シュシュトリアン、シュシュトリアン、中華のパイパイ、中華のイパネマじゃなかったっけまあどっちでもいいけどいたね、うん、セーラームーン、セーラームーンとかさ、俺が、うん、まあ妹がいたからさ、セーラームーンは俺もよく見てたんだけど、あと何かな、ヒーローで言ったらレイヤースとかも見てたな、マジックナイトレイヤース、うん、で今だったらね、うん、やっぱりあれよ、水星の魔女、俺にとってのヒロインはミオ・リネ・レンブラン、ガンダムさん、ガンダム、ガンダムさん、はい、水星の魔女のミオ・リネ、可愛いんだよ。え、ミオ・リネってどっち、右左？いや、右にもなるし左にもなる立ち位置で、どっち、だから2人いるじゃん、どっち、白い髪の方、あー、あの体が弱いみたいな感じの、走って、うん、そう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 、ああ、あの子がね、かわいらしいの、キャラ的に。ちょっとなんかさ、タヌキ族じゃん。誰がタヌキ族やね、スレッタは確かにタヌキ顔でね、タヌキ顔でかわいいね、ケンタさんもタヌキ顔でかわいいよ、やった、うん、こいつと話しても無駄だと思った急に黙るこいつと話しても無駄だと思わないで、いや、思ってないよ、思ってない、ありがとうありがとう、うん、はい、夏のヒロインね、ヒロインはね、いないけどね、うん、いないかも。妹は、あ、妹のヒロイン、じゃあ妹はヒロインには当たらない、あ、妹、うん、守ってあげるみたいな、そうそう、あ、でもさ、それこそあのこことナメチョンかな、アコウさんは夏目にとってのヒーロー、ヒロイン、あー、アコウさんはすごくとってもかっこよかったって聞くけどね、たまに、うん、かっこよかったよ、話するんだけど、今でもかっこいいけど、うん、なんかヒーロー、ヒロインって昔はカリスマ性がめっちゃあったと思う、ああ、今はないって言うんじゃないよそういうことじゃないよ、メンタルクリニック内のカリスマそう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 、患者のカリスマだったのね、入院病棟のカリスマ、病棟内のカリスマ、うん、これアコーさん聞いて嬉しく、嬉しいって思う、だってみんなアコーさんのこと好きだったもん、気に入られようとしてたっていうか、もうアコーさんが部屋から起きてきたら、おはよう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 、みんな挨拶、
あ、中心人物というか。そうそうそう、だったんよ。へえ、すごいね。今がそうっていうわけじゃなくて、ね、はいはいはい、ありがとうございます。今もとっても大好き、素敵で大好き、はい、みなちゃん、あこさん大好き。はい、お聞きいただきましたのは、ドアで英雄でした、うん、はい、こちら2004年に発売された、うん、ドアのサードシングル、うんうん、英雄の表題曲となっておりまして、うん、これがね、同じく2004年に放送された、うん、ウルトラマンネクサスのオープニング曲として使用された楽曲となっております、うん、ネクサスって何？あの、いろいろウルトラマンってね、ウルトラマン太郎だったりセブンとかさ、これまでね、うん、俺たちが知ってるのあると思うんだけど、平成以降のウルトラマン、うん、うん、ネクストとサクセスが混ざってるみたいな、いやそこは分かんないんだけど、俺も見てたわけじゃないからね、うん、うん、ウルトラマンネクサスのオープニングとなってまして、うん、こちら正統派のヒーローソングとして、うんうんうん、現在も今なお、高く評価されている楽曲となっております。かっこいい感じだったね、うん、とても、うん、かっこいい。でギターとベースの方がビーズのサポートを務めていた。そうなんだ、うん、3人組なんだけどね。じゃあかっこいいわ。でボーカルを、新しく入れて、うん、ドアとして今も活動されてるんでね、うん、皆さんよかったら、英雄も含めぜひ聴いていただければなと思います。うん、うん、とにかくかっこいい曲なんで、はい、うん、では楽曲紹介のコーナーでした。はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、エンディング早いね、やっぱり。はい、あっという間ですね。あっという間、うん、うん、今日ね、まあ冒頭でも話したように、うん、お家の近くにある喫茶店プロスパーさんに行ってきたんですけれども、うん、そうそうそう、行ってきた、うん、最近オープンした感じなのよね、うん、うん、オープンして間もない感じで、まあまだ、うん、今年の、もう半年も経たない、半年は経ってるかな、半年経つかな、うんうん、ぐらいだけど、うん、まあ言うたら今年って言ったらあれだけど、2022年にオープンしたばっかりって感じなんだけど、うちの周り結構なんか新しくできてるお店とかあってね、それプロスパーさんもそうなんだけど、もともと普天間の違う場所にあったおでん屋さん、うん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 、友達っていうおでん屋さんも近くに来たね、うんうんうん、でハンバーガー屋さんもできたり、うん、あるね、なんかうん、場所としてね、なんか駐車場とかがさ周りに、ないから、コインパーキングはあっても駐車場がないから、駐車場ないやと思ってたらコインパーキングできた。そうそうそう、ちょっとそういう意味では行きにくい不便な場所にはあるんだけれども、うん、どちらもなんか美味しそうでね、実際プロスパーさんは美味しかったし、うん、美味しかったよ。おでんの友達さんもね、夜中お客さんが入られてて、うん、温かいおでんとお酒で、うん、なんかお腹を満たしてる感じ。いい塩梅。そうそうそう、あちこちちょっと行ってみたいなってところあるんですけれども、うんうん、プロスパーさんはね今日ようやく行けてね、意外とねすぐ近くにあると行かないのよね、うんうんうん、行きたいなと思っててもね、なかなかまたいつでも行けるから行くかってなってね、そうねだから今日ようやく初めて行けて ね、うん、美味しかったし、そうそうそう、うん、何よりお安いからね、ランチ500円で食べるっていうのは、うんうん、おすすめですので、もし普天間プロスパーで検索したら多分ヒットすると思うんで、うん、ぜひ興味のある方は行っていただいて、ぜひぜひ、はい、他にもいろいろ料理あるかと思うんで、うんうん、今日に関してはカレー、ランチのカレーだったかな、カレー、うんうんうん、まあ、なケンタさんかな、うん、うん、なんでもない、え嘘でしょ、違う、違う、結構大きい声出ちゃったよ、違う、ケンタさんが、うん、なっちゃんを食いしん坊キャラにするから食いしん坊キャラにするから、それに異議申し立てを得ようと思ったんだけど、あ、そうそうそう、別に食いしん坊じゃないのよ、なっちゃん食べる量は少ないのよ、あ、まあね、そうかもしれない、食べる量は少ないけど、なんか食べる回数が多いよね、食べる回数が多いね、多い多い、それって食いしん坊かい、食いしん坊じゃないですか
食いしん坊じゃないつもりなんだけど、なんか食いしん坊じゃないつもりなんだよ本当に。あ、そうなの、うん、そんなまん丸ほっぺして食いしん坊じゃないと言い張るんですか。そういうことを言うから食いしん坊キャラがつくんだっつん言っとなんかごめんなさい。じゃあいいよいいよいいよ、はい、これからもいいけどこれどっちやねん異議申し立てたいって言ってこれからもいいけどこれからもよろしくって言って、うん、水分を多くとって、うん、あのダンス今日もダンスを取ってきて、うんうんうん、痩せるために頑張る。2023年はちょっとシェイプアップ、うん、お互いねシェイプアップして、そうそうそう、まだ動きやすく結婚式が挙げられてないからね、うん、あの来年どっかのタイミングでね、あの夏美さんにはドレスを着てもらいたいなと思ってるんですけども。へえ、はい、来年って今年のこと。あ、来年、そうね、2023年ね。おお、はい、では本日のメンヘラ城こいらでお開き。今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。はい、皆さんありがとうございました。